トイックの結果見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ見てみましょう。結果いきます。最近スノボ行ったのこれ。さあ、いよいよ10月どうだったのか。怖っ。さあ今回ですけれども、ビッグプロジェクトのストイックの結果見ていきたいと思います。はい、まずは声の一番小さい、はい、ナンバルです。そうですね、音量全部上げてましたからね、私編集の時。そうですね、そう前回申し訳ないなと思いながら、はい、9月の結果ですよね。はい、9月の結果です。そちら見ていきたいと思います。まあその前は何点だったか。その前は630点です。一応持ってきてます。ああ、これがいつのやつですか。それが2月の20何日とか。はい、はい、こういう感じですね。はい、2月の結果がリスニング340、リーディング290だったと、はい、じゃあそこから、はいはい、どうなったのかですね。9月、そうですね、だから、はい、じゃあ見てみましょう。よし、はい、ということで500、5点、下がっとるやないか。そんななんででしょうね。アビメ見ないといけない。アビメの方がこちらになりますので、はい、どう見ますね、じゃあそれを、はい、アナウンスナレーションは70中67。地獄ですよね。で、長めのやつは57中37。めちゃめちゃ低い。やば。やばいよね。でもその代わり短い会話の詳細が理解できる 100%。 、ね、すごい。これなんででしょうね。パート1、2ですね。ここは 100% 取ってると。それ以外はでも平均以下ですね、全部ね。長めが64で、で糸問題が61が平均で53ですから。いや、まだまだでしょうね。でもね、ですね、はい、分かります。パート3、4が、まあ、ただ圧倒的に弱いっていうのが分かるので、はいはい、このアビメからは。でリーディングの方ですね、推測弱いですね。平均48、29ですから。本当に相当弱い。具体的な情報が平均58、53、うん、複数の照らし合わせが53で31。やっぱ低いですね。そうですね。でただ一番やっぱり問題なのはその次ですね。語彙が理解できるが平均60に対して44しかないので、ダメですね。これがもう圧倒的です。語彙が低すぎる。で、文法も平均と同じ67なんで、まだだから56が上がらないといけないですね、まずは。だリーディング読解の低さが目立つんですけど、それよりはまず語彙と文法を上げないといけないっていうのが一番の課題でしょうね。はい。単語帳やってるんですか？やってるんです。筋フレ。おお、すごい、ボロボロに。文法は聞く、英文法やってて。はいはいはい。やってるんですけど、前回630点取った時から半年間はちょっと勉強法変えてて、うん、ハノンをしてたんですよ私。ハモン？ハノンね。ハノンをずっとしてて、うん、だからこのパート2めちゃくちゃ分かるようになってんのかなと思って、うん、なるほどね。ただその代わり他結構サボっちゃってて、うんうんうん、そうですね。前回の方がいいんですよね、本当に。そうですね、2月のやつは全部大体平均ぐらいなんで取ってたのがガクンと下がってる感じですね。そうですね、サボっちゃって。まあそうですね、単語をちゃんとやれてないと思いますよ、ぶっちゃけ。めちゃくちゃ今単語やってます。オーディションの後からは単語と文法をもう一回やってます。なるほど、わかりました。じゃあこれが9月の結果です、はい、じゃあ10月組、教員志望。はい、はい、英語教員志望の千早です。千早だった。それが前回で、あ、前々回が655、これが何月ですか。それは5月です、はい、5月が655で、前回7月ですかね、はい、7月、はい、7月が620点下がってる。で、そこからどうなったのかっていうのをですね、はい、開けていきます。はい、635上がりました。こうってことですね、だから。そうですね。5月に負けてるってことですね。はい、はい、じゃあちょっと分析します。はい、リスニングが355で、リーディングが280ということですね。はい。なるほど。じゃあリスニング、平均的なんですね。はあ、なるほど。平均62に対して63、平均57に対して67、平均83に対して87、平均66に対して67、52に対して63と、どれも平均値ちょこっと上にいってるだけって感じですね。まあパッと見る感じだと難しい。いや、むずいなこれ。
どれも平均的。リスニングの勉強はあんまりしたことがなくて。あ、そうなんですね。いや、やらないとダメですね。そうですよね、はい、まあそうですね、この要点が理解できるが弱いんで、やっぱり2の特に、はい、変化球とかを当てた方がいいと思います。はい、それが手っ取り早いかなと思いますね。はい、まあ3、4もギリ平均超えって感じなんで、うん、ということは説も覚えてますか？パート3、4に出てくる説問。あの長い説問ってパート3、4ってあるじゃないですか。はいはい、例えば What are the speakers talking about とか、ああいう説問のパターンですね。あ、はい、あれを覚えておくといいですね。はい、なんでそれをちょっとやった方がいいなと思います。はい、続いてリーディングの方ですね。文章中の情報をもとに推測できる48のうち52、文章中の具体的な情報を見つけて理解できる57のうち41、ここですね、明らかに低い。パート7の簡単な問題をたくさん落としている、まあ、たくさんかわからないけど結構落としてるって感じ。パート7までそもそもあんまりいかなくって、あららら、この時は163問目くらいで、はい、37問残ってる。あと30何問くらい色塗りしたので、うわー、それはそうですね。じゃあパート5のスピードを上げなきゃいけないってことですね。そうなんです。1つの文章中のやつも48、そうそう、だからこれがね、前に言ったやつです。どの動画で話したっけ、パート7が低いからといって7の力がないとは限らないって言ったやつです。それがそもそも5、6で時間がかかりすぎちゃってたらそこにたどり着いてないから、だからアビリティーズメジャーと自分の状況ですね、それを照らし合わせて分析しなきゃいけないっていうのは、この間の結果の動画かなって言ってると思います。はい、そうなんですよ。だからこれも文法が理解できる、語彙が理解できるで平均超えてますね。68、67、75、85って超えてるけれども、そもそも時間かけすぎてたらこれは本物の正答率じゃない、20秒平均、30秒平均で解けてないといけませんので、それでの平均が出ないといけない。パート5に時間かかりすぎってことですね。そうですね、前回620点の時は、うん、パート7に力を入れようと思ってパート7の勉強ばっかりしてったんですけど、はいはいはい、56で時間かかりすぎて、そもそもパート7の問題はほとんど解けてないっていう状況だったんですよ。はい、こういう弱点はですね、ちゃんとカウンセリングして見つけないといけませんので、だから速度を上げるって感じですね。パート5の2人ともデルセンとかちゃんとできるのかは一応何周かしたんですけど、はい、いやー質は良くないと思いますね。ですね、ちゃんとやっぱり説明できるぐらいにならないといけないですからね、これ。はい、ではここをチェンジしてます。はいはい、今度は中央の似たような名字連発する組の似たような山なんちゃらです。山部です。山部山部当てる。そっちじゃないです。山部です。はい、お願いします。そうですね、そう、山が4人いたんでね。え、そんな、確か4人いたでしょ、山。じゃあ前の結果は、前の結果一番最初が去年の12月、去年お385点。すげえ、寝てんじゃねえの。いや、本当に寝なかったんですよ、もう午前時間で。絶対寝てるでしょ、これ190とかさ、190が190とか。つい前日スノボ行ってたんです、これ。スノボ高いの、中央だから。はい、そして、4月、はい、4月が440点。おー、250がリスニングでリーディングが190。まあちょっと上がりましたね。これは午前受験から午後受験に変えて。なるほど、上がりました。眠気がちょっと取れる。なるほどなるほど。最新が10月ですね。はい、さあいよいよ10月どうだったのか。怖っ。ほう。では結果はこうです。はい、410点です。おお、下がってるやん、これ。400点あったっていう。下がってるよね、これ。リスニングが170しかないんだけど。で、リーディング240、すごっ。全然、何の勉強したんですか。いや、正直勉強全然で、ちょうど夏休み明けで、うん、本当に遊んでばっかり。遊んでばっかり、みんな見ました。これが結果なんですよね。で、勉強してない、それじゃダメなんですよ。はい、ということは、これからちゃんとね、勉強させますんで、これからはしないとダメ。短い会話アナウンスナレーションが69が平均38で、次なんかやばい、長めの会話のやつ62平均で11ですよ。これ何して寝てんの。全部マークミスしてんの、どういうこと。確かに何も聞こえてなかったんですよ、その時。受けてるだけってこと。
いかに坂上がちゃんとやってるか分かったでしょ。いや本当にすごい真面目にやってるんですよ、はい、本当に。はい、次は79平均67だからパート1、2だけやってこれ3、4やってねえな。これ69で39で暗示問題59の20だから、あーパート2でも落としまくってますね。ということは、うん、そうパート2の変化球まずボコボコボコ落としてて、で3、4はほぼ何も聞けてないということです。はい、でリーディングいきます。リーディングは推測55が平均で59で、具体的は58のうち52で、複数感52、行動53で、語彙が60なんで50、文法が71の55、これはどういうことですか。語彙ですか。はい、これ全然取れてないですけど、結局どれも調べて取れてないですね。まあ、英語力がシンプルにないっていう。推薦で合格したの。いや全然、浪人してるんで。浪人してるのに文法できないの。中央って文法いっぱい出しじゃん。そうですね。なのに文法問題取れない。当時は取れたんですかね。じゃあ武田塾イングリッシュのまず600目指すルートですね。そうですね。そこから始めましょう。ルート貼っておきますんで、はい、いやまあおしなべてできないので、まず単語ですね。単語をやらなきゃいけなくて、でパート1、2の基礎しか取れてないんで、まずなんとかしないといけないですね、はい、いやそうね。で文法もいやデルセンとか理解できんのかそもそもっていう。あそうですね、そのレベルないかもしれないっていう。でも受験やってんだもんね。乗り越えてますから皆さん。とにかくパート5が全然できてない、そこをなんとかしなきゃいけないっていうのが課題です。思ったよりもできてないぞっていうね。ひどいですね。単語帳は、単語帳シスタンをダメだよ。現時代に使ってたシスタン、ダメです。トイックの単語帳にしてください。はい、はい、何やってますか。私はキンフレ。あーキンフレ、はい、じゃあ僕のあの黄色い単語帳買ってください。あーあーってちょっとピンしてますか。ピンときてない品質英単語ですね。まあ、もしくは銀フレのどっちか。はい、銀フレか品質英単語で、まず600レベル基礎ですね、をやんなきゃダメです。で、2人に関しては、まあ、金フレとそのデルセンできんだったらって感じですね。そこをやってもらうという感じになると思います。はい、まあ、ここやっぱりね、そう簡単にもう11月なんで、12月までにガンと上げることは不可能なんで、まず単語ですね。単語やって聞こえる表現を増やすことと、あとはまあこれパート3、4、7の設問を覚えることですね。それをやってもらいますので、どういう設問が出るかって知っておかなきゃいけないんです。そもそも3、4っていうのは。最後にサンディエゴチャージャーズ、現在英検1級を受験中ですので、級の面接試験を受けている最中なので、彼の結果を、そうですね、山口です。あ、はい、そうだから4人いたっては山が山口の結果、はい、送られてきましたので、9月の結果が725点。すごい、英検1級の面接受けてるぐらいだからね今ね。はい、リスニングが405でリーディングが320ということで、はい、725点でした。ただまだ全然伸びしろあるって感じでしたね。短い会話のやつが平均65で63なんで、ここですね。つまりパート2の変化球問題、分かります？ちなみにパート2の変化球問題とか分かってないもうトイック力がない。本当トイックのこと知らずに受けてる。いや本当にそんな感じ。いやこれがまあ普通の大学生だから、大学生たちめちゃくちゃトイック受けてお金ドブに捨ててるんですよ。そんなことも知らずに受けてる人がほとんどなんで、めっちゃもったいないんですよ。これを機に勉強しましょう皆さん、トイックについて。うん、だパート2の変化球を落としてます。だから1番目と5番目が低いんですよ。他は83、87、80と8割以上取れているので、はい。なので、パート1、2特急とかですね。はい。それで変化球を学んでください。続いて、リーディングですね。リーディングの方が明らかにやっぱ、まだまだだなっていう感じかな。推測55、平均67。具体的な情報55のうちの50。複数感が54のうちの55だから、やっぱまだパート7全然取れてないですね。で、これもまあ本人に聞かなきゃわかんないんですけど、5、6に時間がかかりすぎているのか、それとも、パート7の解き方が苦手なのか。まあ、特に2個目が低いってことは言ってないと思うんですよね。時間かけすぎてると思うんですね。で、語彙が平均65に対して71で、これでも低すぎるので、まだやっぱ語彙ちゃんとやんなきゃダメですね。トイックに出るものを覚えとかなきゃいけない。で、文法が67のうちの90で、まあ結構取れてるという感じです。単語力を上げて、パート5、6早く解けることと、パート2の変化球を鍛えることが大事だと思います。はい、ということで、まあ、12月受けるということなので、まあ、まずそうですね、基礎単語を終わらせて、まだそれぞれこういうふうにやりましたっていうね、記録をちゃんとつけておいてください。どうつけるかは皆さんにお任せしますが、であとは結果来ましたって言ったら連絡ください。僕からやってたら大変なので、それぞれのメンバーに送ってたらすごく大変なので、皆さんから送ってもらえればと思います。はい、わかりましたね。はい、はい、ということです。なんで、では次回12月どれだけ取れるか期待しますね。じゃあ頑張ってください。頑張ります。はい、ということでぜひ応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。